まずは折り紙を三角に半分に折りますこれを縦にしてさらに半分に折ります開いて右の角をてっぺんに合わせて折ります 左の角もてっぺんに合わせて折ります。これを！裏返して。下の角を上に向けてだいたい3センチぐらい。3センチぐらい上に折ります。これを。裏返して今度はこの部分を。 下の根元から斜めにめくります。この部分が水平よりも少しだけ上向きです。反対側も同じように。こんな感じです。次に下のこの部分を真ん中から小さく斜めに折ります。反対側も 真ん中から小さく斜めに折りますこれを表にしてこれで折り紙の部分は完成ですこれに皮を描いていきますてっぺんから真ん中の角までを 曲線で結びます。これがおでこの水色の部分になります。その少し下から目の線を耳の下側に向けて伸ばします。それを端から再び 目の始まりまで曲線でつなぎます猫っぽい鋭い目になります小さな鼻を描いてその下に猫っぽい波状の口を 書きます目の真ん中らへんから尖った毛並みを下に伸ばします。 黒目はやや大きめですが縦に細いです。目の中心に瞳を書いて端に光を描きます。 毛並みの部分に雷状のひげを描きます耳の下側の毛が黒いのでその線も引きますこれに 色を塗っていきます白いマーカーでおでこの部分を塗りつぶします目の中も白で塗ります鼻も描いてひげの部分も白く塗ります おでこの部分を水色で塗ります。ひげも水色で塗ります。黒目も水色です。次に濃いグレーで口と鼻の周りを塗っていきます。三角部分を すべて塗りつぶします。目の下の毛並みの部分も塗ります。はみ出さないように気をつけて耳の下も塗ります。黒いペンで目の縁取りをして 線を引きます鼻と口も書いてこれでゼラオラの完成です。